女子高校硬式野球選抜選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー坂本さんに代わりまして日野口さんが入り、ライトの吉安さんがピッチャーに入ります。8番ピッチャー吉安さん、9番ライト日野口さん。変化球で抑えたんですけど、本当はストレートで押して三振取りたかった。まあ自分の力が全然足りなかった。ああいう結果になったので、プロ野球でやってた人だったのオーラとかすごいなって感じで、自分もそんな感じになっていけたらなってすごい思います。